はい、皆さん。今日もよりこメイクアップチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。はい、今日はですね、2000円以下のプチプラスキンケアご紹介していきたいと思います。私多分ね、このテーマ初めてだと思うんですよね。割とスキンケアは私、プチプラというよりも、そうね、平均して3500円ぐらいのものを使うことが多いかな。3500円からまあその上ぐらいのものを使うことが多いんだけど、まるっきりね、プチプラ使ったわけじゃなくて、私の中にもね、プチプラですごくおすすめの、スキンケアいっぱいあるので、今日はね、その辺をね、シェアしていこうかなっていうふうに思います。全部で5点ご紹介していきますね。まず1点目が、これはね、もう昔から化粧水と乳液が一緒になっているもので、このようにちょっととろみのあるタイプのものなんですね。ピュアナチュラルエッセンスローション UV というものになります。メイドインジャパンで株式会社 PDC というところが作ってるものなんですけど、月夜とかね、ドラッグストアに売ってて、時々こうパッケージがスヌーピーになったり、コラボの中でなってるものなんですけど、プチプラ、多分ね、これ500円ちょっとぐらいだと思うんだけど、すごく保湿力があって、このようにとろーっとした、オールインワンっていうのかな。私はもう乳液みたいなカテゴリーで使ってたんだけど、表面がすっごくしっとりして気持ちいい。香りもあんまりないし、瞬時に潤うので、結構ね、プチプラとは思えないぐらいの保湿力だし、海洋性コラーゲン、ヒアルロン酸、ロイヤルゼリーなどを配合しているので、スキンケア効果もね、しっかりとあります。これ結構ね、おすすめです。はい。だからあんまりたくさんつけたくなくて、1本で済ませたいなんていう方にはいいかもしれない。化粧水と乳液ね。これからの季節はどうしても保湿していかなきゃいけないので、この後にお気に入りの乳液使ってあげてもいいし、美容液感覚でね、使ってあげてもいい。ただ1つ、なんで5番っていうか、すごくいいんだけど5番なのかっていうと、UV が入ってるんですよ。なぜか SPF4。入ってるのね。だから私はこれを夜使うのはちょっと心配なので、昼間しか使ったことないけど、これだけが SPF4 だけがネックだから5番目。はい、そして次がこちらですね。プラスチックの入れ物に入ってるんですけど、モイスチュアーマイルドミルキーローションの高保湿乳液。これね、実は母が使ってるんですよ。母が使ってて、一緒にドラッグストアに買いに行った時に、これがいいのよって言って、これを買ってたのね。で、この入れ物もプチプラね、ドラッグストアのものとは思えないでしょ？値段がね、160ml で791円です。アマゾンの価格ですけど。ね、で、この入れ物がね、また可愛いんですよ。外箱はね、ゴミになるからいらないけど、この入れ物可愛くないですか？ね、で、うちの母は割と意識高いから、夏はこのモイスチャーマイルドのホワイトニングの方を使ってるんだけど、冬はこちらの方を使ってて、使わせてもらったのね。そしたらね、すごくいいの、これがまた。ちょっとね、この入れ物が若干ネックだなって。これね、柔らかくなくて硬いんですよ。だからこうやって振らないといけないのがネックなんだけど、結構こっくりしたタイプで、もちろん化粧水クリーム、それから、オールインワンとかも出てたかな。すごくね、こっくり、高保湿だからこっくりとした乳液で、弱酸性、無香料、無着色、無鉱物油っていう風になっているのね。なので香りはしないんだけど、若干ね、ちょっとね、ヨーグルトみたいな酸味があります。だから成分の香りだと思うんだけど、配合されてるものは、コラーゲン、高保湿のリフトダブルコラーゲンですね。それから NMF、ヒアルロン酸などが配合されているものですね。この値段でね、このパッケージで優秀、すごく保湿効果も高いので、
これはね結構いいなと思いました。で私も使って何日か使ってみましたけど乾燥もしないですね。しっとりしてるので、これはコーセさんですね。コーセコスメポートが作ってるものになります。そして次に、サインですね。こちらが豆乳エイジングケア乳液ですね。豆乳イソフラボンのエイジングケア乳液、こちらを3位に入れさせていただきました。これはもうね有名な、スキンケアですよね。プチプラスキンケアですよね。豆乳でね、これを、まあ、おすすめするきっかけとなったのが、エイジングケアで新しくなったっていう、なんかどなたかがレビューしてるのを見たのもあって、この乳液を買ってみたんですけど、レチノールなんかも入ってて、その豆乳発酵エキスなども配合されているので、まあ、レチノールもエイジングケアの代表的な成分じゃないですか。あのケア、たるみ毛穴なんかも目立たなくしたり、張りを出してくれたりっていう効果があるので、保湿力もかなり高いんですね。でこれはさっきのこのモイスチャーマイルドと違って柔らかいです。あの柔らかい入れ物に入っているので、ポンプじゃなくてもね、あの絞れば使えるので、こんな感じですね。でこれはやはり無香料無着色になっているのね。なんだけどやっぱりヨーグルトみたいなね、柔らかいちょっと酸味のある匂いがします。ですごくみずみずしい乳液なんだけど、 こっちは割とこっくりしてるんだけど、これはねすごいみずみずしい感じのさーっと入っていく乳液なんだけど、すごくねあの後がしっとりします。吸い付くようなしっとり感が出ます。すごいなと思って、私はこれはね Amazon で通常の価格だと1100円なんだけど、お安くなって822円で買えましたね。え 150ml 入って800円だからね、いいですよね。これもね結構保湿力が高くて、それプラスエイジングケアができるなんて、もうちょっとプチプラでは、で国産大豆を使ってるっていうことだから、プチプラではねちょっとね考えられない、ね、乳液ですよね。これが3位ですね。はい、そして次がもうみんな大好き無印良品です。はい、これは素晴らしいよね。本当にもうね、プチプラだよね。プチプラのこれにかなうものないんじゃないかなっていうぐらい思ってるんだけど、プチプラの化粧品なんかないですかって言われた時に、必ず無印がいいと思いますって言います。それぐらい化粧水もいいし、乳液もいいし、導入美容液だけもいいと思います。はい、無印のすごいところはこの成分のところに、ここにねオリーブ油っていうのが入ってるんですよ。2番目にオリーブ油っていうのが入ってるのは、オイルのその量の多さになるので、オリーブの果実油が結構たくさん入ってるので保湿力高いし、オリーブ油は抗酸化作用もあるし、エイジングケアも優れて、ビタミン E が豊富だからね、ビタミン、エイジングケアにも優れてるし、もちろん保湿効果も非常に高いので、これはねすごい、だから成分だけ見るとペパコスの乳液とね何ら変わらないぐらい、それで780円っていうのはすごい素晴らしいと思います。はい、これは2位に、ただ2位なのよね。次がね、あのプチプラって言っていいかどうかわからないんだけど、一応2000円以下のねスキンケアだったから入れたんですよ、1位に。はい、1位がねこちら、はい、ファンケルのエンリッチプラス、乳液しっとりタイプです。これは本当にね無添加で有名なファンケルなんですけど、お仕事でねこれ使わせてもらって、それからもうずっと私使ってます。5位から2位までは、試しに使わせていただいて、常にあの普段のスキンケアとして使ってるわけではないんだけど、このファンケルの乳液は普段使いで使ってます。はい、あのいろんなスキンケアの中に組み入れて使ってるんだけど、これはねすごくいい。あのね化粧水とこちらを使わせていただいたんだけど、化粧水も良かった良かったけど、うん、まあ使い切ったらリピートしなかったんだけど、これは2本目かな。でね、こんな小さいんですよ、まあ、無添加だから、あの大きい入れ物には多分入れられないんだけど、これでね60日持ちます。約2ヶ月持つので、で
多分平均で60日なので、私多分2ヶ月ちょっとぐらい使えてると思う。だから結構使いであるんですよね。そんなにたくさんつけなくても伸びがいいし。で、これの何がすごいかっていうと、あのシワ改善でもう有名な成分のナイアシンアミドが配合してるのね。なのでシワ改善とかハリ、弾力の改善が期待できるっていうのもあって、この乳液はねすごいと思った。まあ、これがプチプラに入るのかどうかはわからないけど、2000円以下のスキンケアっていうことで、ちょっとね1位に選ばせてもらいました。はい、ということで、全部でこれだけ5種類ね紹介させてもらいましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんのお使いになってるものも結構入ってたんじゃないね。この辺とかは結構古いからね、こことかこことかは昔からあるもうプチプラスキンケアなので、それだけロングセラーっていうことはやっぱりあの効果が高いんじゃないかなっていうふうに思います。イソフラボンはリニューアルしてレチノールなんかが配合されてるので、今後ねずっと期待できるし、この無印はね、まあ、安定の良さだよね。まあ、それこそさっきも成分の話しましたけど、デパコスもねにも引けが劣らないぐらいの成分力なのですごいと思います。そして、まあ、このファンケルナイアシン、今話題の成分ナイアシンアミドが入っているこのファンケルの、エンリッチプラスの乳液でも素晴らしいです。これはもう言うことなし。これはもうこれだけで動画を出しているので、よかったら見てみてください。はい、ということで今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ご参考に、してください。今後もねまたねどんどんあのプチプラでいいスキンケア、メイクだけじゃなくてスキンケアも発掘できたらなっていうふうに思っていますので、今後も楽しみにしてください。この動画がいいなと思われたら高評価ボタンお願いいたします。インスタグラムをやっておりますのでフォローの方よろしくお願いいたします。もちろんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またねー。